ダッジャーの時にオレンジのペンライトがこうこうやって上がってなんか花が咲いたみたいな感じでめっちゃ良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。では続いてはいはい、私と、ミヤさんの、デュエットの曲になるんですが、今まで1回だけ歌ったことあるんですけど、その時はワンコーラスしか皆さんの前で披露してなかったので、今日はやっと念願にフルが歌えるのでめちゃくちゃ楽しみですね。ミヤさんねえミヤさん、振りがあまりにも雑すぎてねえミヤさん、あ、私ですか。あ、そうです、ミヤさんです。はい、コメントもね、おおすごい、めっちゃオレンジじゃない、これも写真撮っちゃう、この画面なんかめっちゃオレンジが流れてました。なんか集合体恐怖症の人は無理みたいなコメントになってるもん撮っちゃった、カートで載せようか集合体恐怖症の方になるぐらい、あのオレンジの絵文字がすごすぎてびっくりしちゃった今。はい、まあね、そんな感じで、そう、この曲は学祭のメドレーで歌ったことあるんですけど、フルで歌ってなくて、はい、なので私は念願です。念願なんだ。はい、念願だ念願に、はいはい、じゃあ曲振りから、私が、はい、それでは聴いてください、ピリオドの先へ。この曲はミヤさんが書いてくれましたし、ねえもう終止符って書いてピリオドって呼ぶのも、そう、私ね結構やりがちなんだよねだいたい運命って書いて定めてそう、ピリオド、カタカナダッサいなみたいな、なんか
まあまあピリオドの先へってなんかカタカナだったら違うくないみたいな、なんかあるの私の中でそうあるのその時は、はい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 、はい、聞いてない聞いてないはいはいはいあぜひ作詞のしていただいて、はい、自分でもね、はい、はい、私もミヤさんみたいなそのトゥトゥン、ルルルルルンみたいな薄いよねなんか言うことがさここのさ本当にこの一部だけで考えてるし、ほんまにほんまにそんなほんま言わないでください、はい、この曲はねあの今後もやっていくと思うんですけど、はい、そこだとかそういう曲あるんで、はい、ライブで使ってください、はい、一緒にいましょうって、そう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 だね、はい、はい、じゃあバトンタッチしたいと思います、はい、どうぞね、分かってる自分の順番怖い本当に、あ、あはい、やっと出てきた音、あ、確かにやっと出てきた音みんな待ってたね、はい、やっと私この曲めっちゃ好きなんですよ、ね、だからちゃんとちょっと待って、え、ちゃんとちゃんとやりますよ、そりゃ、はい、昨日ミヤさんめっちゃ心配してたんですよ、これ、え、あ、そうなの、ちょ、雨が無理だったら私行くわそう、昨日も全体練習あって私は別のお仕事でちょっと行けなかったんですけど、みんな4人は練習してたんで、そうで私がその4人練習してるの知ってたから仕事の休憩の時にそのなんか寂しいかまってみたいなスタンプをしたらなんかみんな無視するの、え、無視はしてないですよ、あ、なんかてん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 みたいなスタンプ送ってきてクリムだけなんかよしよしみたいなの送ってきてくれてクリム泣き泣きみたいなの送ったらなんか誰も話してくれなかった、うん、もうその程度らしいです、はい、まあそんなね超絶の仲良しコンビが送るはい、歌を聴いてください、メイエイザナウトムライバナ、あの日の背中は何を語っていたの、白い弔い花そよいだ春風ふわり頬をかすった揺れる目前の世界の終着地さえあなたが旅路二度とさまようことのないように空の私は君を思った。
すほどの強い花吹雪さえ見えたな。ということで、はい、続きまして、はい、行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう。行きましょう。続きまして、行きましょう。ドキドキ、行きましょう。はい、行きましょう。使ってる。勢いがすごく。次は3人で歌う曲になりますね。久しぶりかな、ね、めちゃくちゃ久しぶり、めちゃめちゃ久しぶりなので、ね、まあ察しって感じでしょうけど、皆様、ね、あの曲だって皆さん歌ってないの、あの曲だみたいなね、もう早速ね、繋げて、え、うわ、ね、しないで、え、今喋ろうとしたねね、もう早速ペンライトのね色も変えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。それではじゃあ早速いきますか。いっちゃってください。はい、私、私、OK それでは聴いてください、赤い花。泣いてる君に
とうございました。って感じで私たち、はい、お水飲みます。あ、はい、ね、赤い花も久しぶりに、久々だよ ね、 ね、最近は結構3人の曲だと2人の夢旅だったり、ね、月の光舞を、ね、月の光さんだったりをね結構歌うことが多かったからね。月の光さん、月の光さんもね、びっくりしたわ、何の曲かと思ったわ月の光さんを歌うことが多かったので久々に赤い花歌えてよかったですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、では続いて次の曲ね、音前半全然出てこなかったのに後半めっちゃ出てくるやんみたいなね、ちょ飽きないでな皆さん。で今度の曲違うわ。この曲はですね、私が絶対これがいいって言った曲なんですけど、みやさん、はいはい、音これ初めてレコーディングした曲です。そう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 、これはね、そう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 なのそうなんです、ね、この曲さっきさ言ったさ、運命って書いて定めって読む歌詞が出るってくるんだけど、音が終わった頃に私来て、あ、はじめましてみたいなことがあって、どんな感じですか、ちょっと聞いてもいいですかって言ってレコーディングしたの聞いたら運命って歌ってて全部で、すいませんこれ全部定めって読むんですけどって言って取り直したんだよね。取り直しました、ね、そこだけね。そっから反省して振り仮名振り終わりで、でも振ってあったとこあったんですよ。あ、そっか、なんかね、一箇所振ってあって、私的にはこれで全部もう定めですよって気分だったんだけど、逆に取ってました私たちは。あ、運命と定めって負けてるんだみたいな、みたいななるほどなるほど、そうそう、そういう曲ですね、はい、そんなことあったね、そういう思い出たっぷりの曲です帰る前でよかったって思ったよね。本当ですよ ね、 本当にね、帰っちゃってたら運命のまま、もうこれ運命と定めいっぱいぐちゃぐちゃぐちゃの曲になってぐちゃぐちゃになってたもんね。よかった、よかったです、はい、じゃあ曲振りをお願いします、はい、聞いてください、それが定めならば。もし違う世界にまた
はい、ちなみにイントロクイズでめっちゃ時間使いすぎて結構時間ポンポンポンっていかないと、はい、ポンポンポンでいきましょうポンポンポンでもね、この曲、今の曲ね、私なんか表題曲になってもいいんじゃないかと思うぐらいいい曲だと思う、うん、めっちゃかっこいい、かっこいいから、かっこいいね、うん、これの時の表題が幸せの行方だったっけ、たそうだね、あどっちもどっちもふさわしいなかなか難しいよね、なんかさ、うん、これが表題っぽいなとかさ、確かになかなか難しいよね、まあラッキーラビットとか絶対表題にならないと思うんですけどなりえない曲だね、確かに、うん、なかなかならない、なかなかね、うん、そういう曲を集めたアルバムとかだったらあるかも、そうね、柳ゆいなのソロアルバムとかだったらあれが表題になってもね多分ないんでしょうけどねなるほどね、うんうんうん、まあ似合うけど、なんかこう動物縛りアルバムみたいな確かに、なんかちょっと可愛いかも、ラビットと化け猫語りって、あー確かに、なんか見つけてちょちょっと、うんうんうん、しか確かに、そう、動物縛りアルバム、うん、需要ゼロところでね、ほんと時間ないっていうところあるあれなんですけど、はいはいはい、こんなところにこんなものがありましてですね、昨日ツイッターにクリームが載せてたんだけど、うん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 、ちょっとこれ皆さんに見せてあげようと思って持ってきたんですけど、そうだよねこちら、じゃじゃーん、じゃじゃーん、近づいて見せてあげればこちらが、6月27日に行われます、はい、天宮宮姫ギャー美少女フラクタル卒業ライブの、no! no! クラウドファンディングリターンの T シャツになります、えめっちゃ可愛いでしょ、めっちゃ可愛い、皆さんの元にあの、まあ、これ、ね、販売ないんですよ、そうだね、販売ない、本当にリターンだけなんですけど、うんうんうん、あのもうそろそろ届くと思いますので楽しみに待っていてください、はい、で、ね、これを見て、まあうん、T シャツはないけどライブに行きたいなと思った人がいたら、はいはいはい、チケットまだあります、はい、一部はあります、一部はあります、はい、二部は無事完売いたしました、ありがとうございます、二部は完売してます、ありがとうございます、一部のチケットがまだあるの で、はい、で一部がバンドライブということで、はい、いつもと違った雰囲気でお届けできると思いますので、まだ迷ってるなとか買いそびれたっていう方はですね、ブースにチケット出てますので、はい、よかったら来てください、はい、お願いします、最後だからね、そうだね、最後だね、すごい重要だよ最後だからね、最後だから、はい、ということで、はい、行きましょうか、これが届くのを皆さん楽しみにしていてください、続々といろんなものがね、うん、出来上がってんの、そうですね、うん、アミちゃんノート結構なんかやばいよ、やばいよね私ミャンミャンは私の見てるけどミャンミャンの見てないの、あ見てないっけ、そうなんやばい、私のやばい、なんかデータ確認でそのスタッフの方と見てたの一緒にそのそしたらうんみたいな、これアミちゃんこれ大丈夫かなえどうえ大丈夫じゃない、いやもうこれはね裏話だから当日に話したいよ、結構あまあまあ確かに2部でねこういう話するから、そうね、こういうことがあったんだよっていう、うんうんうん、そうでもねまあでも網らしい、私っぽいよ、めちゃくちゃ多分ね、文字数にしたら私の半分ぐらいしかないよ多分、あ、そうなんだ、うん、あ、そうなんだ、うん、へこれはね、当日までのお楽しみという、はいはいはい、当日にあの本物を持ってる人は見ながら、まあ確かにそうだなみたいな思いながらね、やね楽しみにしてる、それ、はい、そうだね、うん、じゃあ行きますかはい、ちょっとさ、私これ入り1,2,3,4,5,6,7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 ,
雲がくれ空誰思う。たまゆらの幻今さき見られよ。おい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 、小さくささやく春の調べが風吹かれて白く染まる夢とうつつ狭間で心を届け一時を委ねて悲しみも飲み干して
ということで、はい、すごい今回ちょっとボリュームなんかすごいさ、なんか今回すごいよね。なんかキンキンすんだよ、アミの声なるほど、ね、今のなんかすごい、キンキンすんだよえそんすごかった今耳に、うん、そうだよね、そんな嫌そうな顔しないですごいびっくりしちゃった今、うん、笑顔で言ってキンキンするねそれがいい、うるさい終わった、今日最後だからね。あ、そうなんですよ、ギガフラは最後なんですよ。この曲を歌うのもギガフラで最後ですね。そうですね、はい、しみじみってしみじみってなっちゃうから、ちょっとまあそう、まあラストライブもあるから、ラストライブなんなら次もあるからラストライブとはだから、まあ確かにね、じゃあ、うん、卒業ライブとラストライブ、ラストライブね、そうまあ別だからね、そうそういうこと、はい、てか、まあでもあと数えるほどですよ。そうだね、3回かな、今日入れて3回、うん、はい、いやでもなんか、うん、ボリュームのある今日すごい充実した、うん、充実したギガフラだったと思います。そうだね、はい、それではエンディングの曲、はい、参りたいと思います、はい、聴いてください、レミニセンス。
辛い。